さて今日のリビカル玉手箱、私加古丸が担当させていただき、リビングカルチャーセンターの講師の先生とお電話をつないでお話ししたいと思います。今日の先生、小城先生を呼びかけてみましょう。小城先生。はい、こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそお願いいたします。さあ小城先生、小城美也子先生はどんな先生なのでしょうか、ということでここからお話しさせていただきたいと思います。まずは小城先生、どんなお教室を、担当していらっしゃるのか、クラス講座名を教えてください。はい、一応私のクラスっていうのはボイスクラスなんですけれども、はい、歌と言っても基礎から、うん、呼吸を使いながら声を出していきましょうというクラスなんですね。はい、はい、で皆様やはりこう私たちの年代ぐらいの方っていうのはなかなかこうレッスンとかそういうの難しいんですけれども、うんうん、私稽古するっていうことで人間本来持っている、うん、呼吸の使い方の指導、はい、そして細胞を活性化しながら声を出しましょうという、うん、筋肉、人間って全部筋肉でできているものですから、うん、それを上手に使いながら、うん、教えているというか、はい、一緒に同じ時間をエネルギーを交わしながらレッスンをしているっていうことでしょうかね。はい、はい、ボイストレーニングとビート健康プログラムと両方を教えていらっしゃるということなんですね。はい、はい、ではどうしてボイス、それから美と健康のことを教えてくださっているのかというと、なんと小城美也子先生は宝塚元月組トップスターなんですね。小城先生、おかげさまで宝塚でいろんな作品もさせていただきながら、はい、いろんなことを学ばせていただいて、うん、そして今日あります。はい、そしてまた宝塚劇団の殿堂100人にも選ばれたということです。はい、そうです、100年の殿堂入りをさせていただきました。はい、そんな素晴らしい小城美也子先生に静岡でご指導をいただけるということですので、これは素晴らしい機会ですね。そんな先生に、せっかくですから、やはり宝塚についてもちょっと、教えていただきたいと思うんですけれども、主な作品や役柄、どういったものに出られていたんでしょうか。はい、宝塚というところはもちろんオリジナルの作品が昔からのね、はい、作品たくさんあるんですけれども、うん、その頃ちょうどブロードウェイのミュージカルを日本に、はい、初めてその輸入したというか作品があるんですが、それが、うん、ウエストサイド物語っていう、はい、はい、有名なブロードウェイミュージカル、うんうん、映画にもなりましたけれどもね、はい、それを日本で初めて宝塚で女性ばかりでやったんですね。女性ばかりでね、うん、はい、でいろんな著作権の枠内でやるので、うん、男性役を女性がやるっていう、はい、その規定の中でやる厳しさの中で、うん、はい、やらせていただいた役はポニーです。なんと主役のトニーを演じられたということですね。トニー役をさせていただいてね、はい、もちろんあれはダンスのミュージカルの主ですが、うんうん、はい、もうダンスに立って、そして歌もそうですけれども、うん、はい、著作権の範囲内ですから、男性がやった向こうのやったままの歌のキーであったり、うん、はい、それからダンスも同じ向こうの男性がやった振りをそのまんま宝塚の女性で全部やったんです。だから多分よく思い出せば、厳しい作品っていうかもうさせていただいたんだなと思って、とても、はい、懐かしく誇りに思っております。そうですよね、改めて聞いて、はい、そうだったのかと驚きます。はい、他には思い出に残っている作品ありますか。
あ、そうですね、やはりその同じ頃の少し後ぐらいにオクラホマっていうのもやったんですね、ミュージカルで、はい、うんうん、はい、オクラホマもやらせていただき、そして、うん、エミリー・ブロンテ作の嵐が丘のヒース・クリフ役を、はい、させていただいて、もう本当にヒース・クリフの役っていうのは難面性もある、うん、男性の複雑な、うん、人物の役柄を本当にいろいろと勉強して、はい、やった覚えがあります。はい、素晴らしい役をたくさんいただいて、先生はステージに立たれていたということですが、宝塚というと、もう皆さんもね、どれだけ入るのに難しいかとか、入ってからもどれだけ厳しい世界かということをよくね、さまざまな番組などで見聞きしているかと思いますが、先生もやはり厳しかったというそんな記憶がおありですか？はい、やはり今の時代でも宝塚は厳しいっていうことなので、うんうん、ますます昔よりも今の方が宝塚のに入って勉強したい、舞台に立ちたいっていう、はい、他の世界にはない、うん、ところだと思うんですけどね、はい、で厳しいレッスンっていうのはもちろん昔も今も変わらなくて、うん、倍率もどんどん増えていっておりますから、はい、うん、やはり女性でありながら、うん、そのいろんな厳しさっていうものを身について、うん、はい、そしておかげさまで私も、まあ、未だにいろんな苦難も乗り越えて、うん、来られたのかなって、うん、とっても素晴らしい世界だったなと思ってありがたく思っております。そうなんですね、やはり宝塚っていうのはもう本当に世界で一つだけの世界ですもんね。そうなんですよ、世界で一つだし、うん、そしてやはりように素晴らしい可憐な舞台だけを見ていらっしゃると、うん、はい、なんか好きなことをただやっているっていうふうに見えると思うんですが、うんうん、その反面の180度違った厳しさ、それぞれの一人一人自分を見つめて厳しく、うん、そのやっていけるぐらいの根性がないと、うん、はい、舞台で自分を発揮できないっていう世界なんですね、うん、はい、だからそれがその時代だけではなく、その青春時代に学んだ厳しいその時を、うん、ずっとずっとこの人生持っていけるっていうことに私はもうとても感謝してます。本当に財産だと思っています。はい、その経験を伝授していただけるという素晴らしい講座ということでですね、元月組トップスターの小城都先生、その先生に教えていただける講座では詳しくお伺いしたいと思います。まず、はい、先ほど伺ったボイストレーニングから聞いていきましょうか。ボイストレーニングはどんな感じでお教室は進行していくんですか？はい、はい、お稽古っていうととてもなんか難しいものをやるようにね、うんうん、最初思われると思うんですが、うん、私が今までこうして元気で楽しく人生を毎日過ごせてるありがたさはあるのは、やはりいつも自分の中にある可能性っていうんでしょうか、うんうん、年齢だからといって年にもう仕方がないわっていう諦めじゃなくって、はい、一日一日を楽しく過ごすっていうのは、うん、自分の努力と、はい、そしていつも心がける気持ちの中にある自分の、はい、思いをですね、大切にするっていうことからまず始めますので、うん、それにはやはり呼吸法といって、人間って酸素吸ってるから元気だわっていうのではなくって、はい、みんな持っている細胞を活性化させてあげる呼吸法を最初に、うんうん、難しくないんですよ。ただ正しく呼吸を使いましょうっていう、うん、免疫力を高める基礎体力を自分の中で作り上げるっていう呼吸法を最初にまずやるんですね、はい、で人間っていうのは筋肉でみんなできているもんですから、うんうん、声を出すにも声帯も筋肉です、はい、なので筋肉を鍛えてあげないと、うん、若い頃はウグイスのような声をしていても、うんうんうん、だんだんと声帯が硬くなっていってしまいますから、そうです、みんな筋肉はもうどこでも腰が痛いとかなんとか痛いってなる、みんな筋肉がそうですね、硬、はい、くなっていっちゃうのを、うん、声帯も同じく年を重ねていきますので、それをこう訓練してあげるっていうのは、そういうことか、その声の出し方を、うん、
上手にこう綺麗な強い声を出すっていう意味ではなくって、うんうん、こう柔らかく自分の呼吸法を正しく使いながら、うん、発声をまず最初にやっていきまして、はい、約10分ぐらいやるんですね、はい、そうすると、まあ、汗もかいてくるし、はい、活性化させて声を出そうとするこの中のエネルギーがこう動いてきます、うんうん、はい、でそれだけでは満足できないので、じゃあここでいろんな曲を歌いましょうねっていうことで、うんうん、皆さんと一緒に歌ったりお一人ずつ歌ったりっていう曲の、まあ、選曲などは、うん、まあ、宝塚の主題歌であったり、うん、それからシャンソンであったり、ミュージカルであったり、ジャズであったり、ポピュラーであったりとか、はい、曲はもう幅は広いものを、皆さんとどういうのを歌いたいでしょうかって言いながら、うん、皆さんと一緒にこの譜面を持ってですね、はい、譜を読めなくっての譜を見たら、うん、あ、これってこういう譜面でここはこういう音なんだ、うんうん、声を出すんだっていう、そして歌詞もついてるのを、うん、自分でその歌詞の中のストーリーを理解しながら、うん、その曲の中にいる自分の、まあ、ヒロインですかねになって、その溶け込んで気分よく歌いましょうっていう、もうなんかストーリーの中に入った自分を、うん、こう気持ちが慣れるっていうか、だから何曲も歌ってると何役もやっているような、はい、その自分の中の、そうするとこう細胞が喜んでいくんですね、うんうんうん、だから本当に歌が下手だから音痴だからっていうことではなくって、はい、自分の体を喜ばしてあげるエネルギーを、うん、皆さんと一緒にやりましょうっていうクラスなので、本当私たちぐらいの年代の方っていうのは皆さん、はい、お稽古してくださると楽しかったわって思っていただけてるかなって思っているんですけどね。そうなんですね、もちろん私も皆さんとエネルギーを交換してやってますのでね、うん、本当に楽しい時間です。はい、はい、ボイストレーニングがあって、それからそれも踏まえた美と健康プログラムという教室もあるわけですね。はい、はい、この美と健康っていうのは、これは私のオリジナルなんですが、はい、おかげさまで、はい、宝塚で学んだものが自然に私の体に今あることは、はい、習って何かで上手になったとかっていうことではなくって、うんうんうん、宝塚は、ね、全部やらなきゃなんないですよね。さっき言った声も出したりとか、うん、それから演技の勉強とか、それから精神面を厳しく鍛えられていることとか、うん、それから肉体的にも皆さんと一緒の中で悪目立ちできないように皆さんと一緒のレッスンをして厳しく叩き上げるっていう精神とか、うん、要するにその縦横の線とか、それからみんなの中に入った自分のどう自分なりに見つめたり、人から見られた時にどうあるかっていう精神力を鍛えるところでもあるので、はい、そういう意味で美ということはやはり自分の中に精神面でも鍛え、肉体面でも鍛え、感謝をしながら自分の今までその感じなかったエネルギーを自分で中から引き出してあげましょうっていう、その美と精神面の美と、そうしてるうちにエネルギーが活性しますから、はい、もちろん肌もこう汗をかきながらこうなんかこう若々しくなるし、結局は全部自分の中にあるエネルギーを動かしてあげないと、うんうん、はい、正直なもんでやっぱり外にこう出てこないもんなんですよね。なんかじっとしててなんかお口を塗るだけで綺麗とか、うん、綺麗なお洋服着たら私は綺麗だわって思うのもあるんですが、やはり中から磨いてあげるっていうことのクラスが美と健康なんですね。だからその中にも、いろんなこうプログラムを組んで、うん、音楽を鳴らしてみて、たかが歩くだけでもリズムを感じるだけで人間の体の中にあるその喜びっていうんですかね、うん、リズムを感じながらこうウキウキとするとか、うん、でちょっとこう振りをつけると、あ、こんなのできないと思っても、はい、やろうとするところから自分で、あ、できるじゃないとか、なんかこう始まる前と終わってから その自分に感じる満足度で、はい、はい、っていうその解消ですかね、精神面でも、うんうん、っていうものを私はこの、まあ、宝塚で苦しい辛い中でやっても、でも結果が
それが必ずあのアートに生まれてくるっていうことを、うん、私は実践してきたものですから、はい、あんまり難しくないところで皆さんがそれが感じ取ってもらえれば、少しでも私が学んできたことが皆さんにお役に立つかなっていう気持ちで指導させていただいているので、はい、難しいお稽古ではないです。あ、もう自分の持っている内なる潜在能力を引き出していく、そうです、声でもあり筋力でもあり、うん、それが美しさにつながって精神も鍛えられると、もう総合的な女性としての人間力が鍛えられそうですね。ね、やはりね、じっとしてもう年だからって思っちゃったらね、うん、必ずもう年齢に任せるとそのまんまいっちゃうので、うんうんうん、やはりせっかくね生まれてきた一生ですから、うん、できるだけできる範囲の中でチャレンジなさるのがいいかなっていうのが私の思いなのでやって、お稽古皆さんとのお時間を作っていただいています。はい、そんなですね、はい、小城都先生お近くでもうおそばで、ぜひ、学んでみたいという方はですね、リビングカルチャーセンターの方まで、お問い合わせいただきたいと思います。ではここで講座受講希望の方、お問い合わせ、お申し先、お申し込み先をお伝えいたします。静岡市葵区天満町 16-8 天満町通りです。リビングカルチャーセンターまでお願いします。電話054-205-4111 205-4111 です。お気軽にお問い合わせください。野先生のお教室は第1第3月曜の午後2時15分からと午後3時からです。ぜひお問い合わせください。今日はですね、お電話をつないで宝塚元月組トップスターで宝塚劇団の殿堂100人にも選ばれていらっしゃいます、リビングカルチャーセンター講師の小城都先生とお電話をつないでお話しさせていただきました。小城先生ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい。